テスラが2023年第4四半期の生産販売台数について過去最高を記録したと発表しました。第4四半期の販売台数は48万4507台で、2023年通期では180万8581台となりました。一部のメディアではテスラは販売台数で BYD に抜かされたと騒いでいますが、市場セグメントが違うためテスラの場合は販売価格も利益率も全く違います。そのため販売台数を抜かれたといっても売上高と利益率でともに BYD を超えているのです。この発表を受けてテスラ強気派のアナリストダン・アイベスは、 EV 市場全体の需要は軟化しているが、テスラに限って言えば需要は高まっている、そして価格も利益率も再び増加傾向にあり、テスラは時価総額1兆ドルに向かって進んでいくことになるとコメントしていました。投資で大きく勝つためにはナレッジギャップを狙うのが最高の戦略だと断言できます。ナレッジギャップとは知識格差のことであり、知る人と知らざる人との知識格差のことです。伝説のファンドマネージャーピーター・リンチは前人未到の投資成績を打ち立てました。彼の投資スタイルはストーリーインベスターと表現されています。つまり投資銘柄の選択は企業の成長見通しに関するストーリーを構築することによって行うということです。企業のストーリーとは、つまりその企業が何をしようとしているのか、どんなスピリットを持っているのか、何が起こるのか、そこにはどんな根拠があるのか、そういったことを示す企業の物語のことです。強みとなる要素を一つ一つ集めて組み立てることによって、そのストーリーは構築されていくのです。企業に精通すればするほど、その企業のビジネスや競争環境への理解が深まり、実際に実現される最高のストーリーを見つける可能性が高くなります。このためリンチは、よく知っている企業、または製品やサービスが理解しやすい企業に投資することを強く主張しています。つまり知識を持たない市場を出し抜いて大きく勝つのがナレッジギャップの投資であり、ストーリーインベスターと言えます。またリンチはバフェット以上にリスクテイカーです。投資家の大半が見向きもしないような株を早い段階からつかみ、多くの転売ガーを獲得してきました。しかしそれは調べ抜いた上でストーリーを構築し、そのストーリーに勝算ありと確信した上でのリスクということです。また決算書とはあくまでも健康診断の結果のようなものです。健康診断は大切なものですが、そこにはその人物の運動能力や仕事にかけるスピリットなどは一切示されていません。しかしある人物のパフォーマンスを知るためには、スピリットや運動能力こそが重要なのは言うまでもないでしょう。このチャンネルの動画が決算書以上にストーリーを重視した構成になっているのはそのためです。インターネットの時代、3分もあれば決算書は誰でもダウンロードできます。しかしストーリーを組み立てるのはそう簡単にはいきません。ではテスラのストーリーとは一体どんなものなのか、確信を得るに値する投資先なのか、今回の動画では過去のいくつかの重要なポイントを押さえるために過去に出した3つの動画を再編集したものです。この動画を最後まで見て、テスラについて自分なりのストーリーが組み立て可能なのか、あるいは投資不適格なのか、ぜひ年初にあたって検討してみてはいかがでしょうか。そこにどんなスピリットが流れているのか、ぜひ探っていただきたいと思います。technology is something that Tesla right now currently has such a head start on. Yes, I think it's actually a combination of both, Morgan. I think the first, what the Tesla's being rewarded with is growth. I mean, they grew on a month over month basis. And although on a year over year basis, they were down about 5%, the rest of the auto industry was down here in the States almost about 25-30%. I also think there's a couple other things that investors are looking at. They're looking at competition, and there was an anticipation that the established OEMs would bring products to market, which they are. But you look at somebody like VW, who's having a lot of problems with their ID.3 in terms of the software management, and that's something that Tesla has done very well. They haven't mastered the manufacturing piece of it, but they have mastered the software piece of it, which, you know, the established OEMs. テスラ株が再び10倍になる理由とは、億を突破する道はここにある。
企業価値とは何でしょうか。それは一言で言えば、現在から将来にかけての収益力だと言えます。テスラは壮大なビジョンを掲げており、そのビジョンを達成するために利益を上げ続けなければなりません。テスラはそれをイノベーションによって追求しています。企業の活動とは、簡単に言えば原材料を仕入れてそこに付加価値をつけることによって利益を上げる活動であり、それはキャッシュフローという形で現れます。キャッシュフローを生み出さない企業、例えばニコラのように売上がゼロの会社は、手持ち資金を食い潰してしまえば会社が消滅する運命にあります。テスラ株がここ2年の間に爆上げをしてきたのは、キャッシュフローがプラスに転じてきたからという面もあります。そしてそのキャッシュフローを生み出す能力が圧倒的な勢いで上がってきています。金額ベースでも成長率でもものすごい勢いです。そしてネガティブなアナリストたちの予想に反して、テスラの電気自動車の需要は頭打ちになるどころか、ますます高まってきています。ピエール・フェラグというアナリストがいます。彼は長年にわたりテスラを分析しているアナリストの一人ですが、彼とその他テスラに詳しいアナリストたちは異口同音に、現状ではテスラに競争は存在しないと述べています。キャッシュフロー is king という言葉がありますが、どのようなビジネスであれ、キャッシュフローがプラスになっていかなければその企業は成長しません。ピエールはレポートの中でテスラという会社がどれほどすごいかを、キャッシュフローや利益率をもって説明しています。彼によると、テスラの2020年の営業資産利益率は 37% でした。しかし後から追加投資した分だけで見ると、その利益率はなんと 90% です。つまりトータルで見ると1ドルの投資につき37セントのリターンですが、追加投資の分は1ドルにつき90セントのリターンというわけです。これはどういうことかというと、時間の経過とともに生産効率が上がっているということです。例えばテスラのフリーモント工場と上海工場を比較すると、後から建てた上海工場の方が生産性が上がっているということです。要するにテスラは資本効率がどんどん上がってきているということです。生産性、資本効率で見た場合、フリーモント工場よりも上海工場、上海工場よりもベルリン工場やテキサス工場という具合で、ものすごいスピードで進化しているのです。テスラは世界一の工場を建てる、工場とは我々の製品であると宣言している会社です。この姿勢が圧倒的なスピードで圧倒的な生産性の向上を実現しているわけです。それを継続するために圧倒的な勢いで投資をしているのです。その結果、利益が出たとしても短期間には信じられないほどに PR の高い数字が出てしまうわけです。残念ながら多くの投資家が表面に現れる数字だけでその企業を判断しています。だからテスラは割高だ、今は買ってはいけない、空売りした方が良いなどという考え方が出てくるわけです。しかしテスラのような会社に空売りを仕掛けることほど資本効率が悪い投資はないと私は考えています。例えば100万円を投資して長期でそれが10倍になるのと、ハラハラドキドキしながらせいぜい 30% とか 40% の利益を上げるのと、どちらが効率が良いと考えるかということです。どちらの賞を取るかは投資家本人が決めれば良いのですが、私は長期投資の方が総合的に見て理にかなっていると考えています。いずれにしても、このようにテスラが追加の設備投資をするたびにトータルの利益率が向上していき、現在の 37% から2023年には 40% に到達するとピエールは述べています。そしてテスラの強みの一つは、車の利益率が高まった分は顧客に還元できる立場にあるということです。実際テスラと同じレベルの車、例えば BMW やベンツ、あるいはレクサスやアウディなどと比較すると、テスラの性能は高く、十分な利益を確保しながら少し価格を低めに抑えることが可能です。既存自動車メーカーが販売している電気自動車はほとんどのモデルで利益は出てないと言います。また同じレベルのガソリン車だけを見ても、競争でマージンは低くなっている傾向があります。ピエールはテスラの今後を半導体ファンドリーの TSMC と比較しています。 TSMC とは台湾セミコンダクターのことで、現状ではファンドリー業界は TSMC のほぼ独占状態にあると言ってよいでしょう。この会社は経営資本利益率において圧倒的な強さを見せていますが、ピエールはその理由として主に3つのことを挙げています。1つ目は実質的に競争が存在しないこと、2つ目は付加価値の高い製品サービスを提供していること、
3つ目に他社との差別化をしているということです。その力をフルに発揮して過去5年間に平均で 40% の利益率を叩き出しています。この競争力によって彼らは価格を決定する力を持っているというわけです。実質的に彼らには競争は存在しないのです。同様にテスラにも競争が存在しない状態だと分析しています。例えばテスラと同等のスペックの車をテスラと同じレベルの販売台数で販売している会社は一つもありません。2020年の販売台数2位のフォルクスワーゲンはテスラの半分にも及びません。しかもその中にはプラグインハイブリッドも含まれているのです。そしてテスラと同じような利益を出しているところは一社もありません。ピエールは以前アウディの工場を見学した時には彼らの工場がテスラと比べてあまりにも遅れているのでその差に愕然としたと述べています。つまり彼はテスラが EV 業界における TSMC になりつつあると主張しているのです。過去の動画でも何度か触れてきましたが、優れたプロトタイプを製作するのはたやすいことです。しかし利益を出せるレベルの量産体制を構築していくのは極めて困難だということです。ではその利益率はどのようにして向上していくのかを見てみましょう。利益率を上げるには一言で言えば生産効率を上げるしかありません。材料の調達から生産工程まで全てにおいて効率を上げることによって同じ製品でもコストが下がっていきます。テスラの場合はそれだけではなく性能も向上していくので利益率はダブルで向上することになり、ますます競争力が増強されていきます。結果的にその市場で独占的な強さを発揮することになるわけです。以前の動画でも紹介したギガキャストを見てみます。自動車には非常に多くのパーツが使われていますが、モデル Y の後部の車体パーツはギガキャストを採用する前は70ものパーツで構成されていました。生産工程ではこれらのパーツを一つ一つ接続して組み立てていくわけです。しかし70ものパーツを組み立てていれば位置がずれてしまうことや不良品のパーツが紛れ込むことなどもあり、その分効率も落ちてコストがかさむわけです。パーツの数が多いほどその確率は高くなります。しかしギガキャストを使って一つのパーツにしてしまうことでこの工程すべてを省くことが可能となり、その問題は一切なくなります。そしてコストも時間もスペースも減らすことができるわけです。このリア部分のパーツをギガキャストのパーツに変えることによって 40% のコスト削減となり、組み立ての段階で1台あたり70以上のパーツを減らすことが可能となります。本来ボディーパーツの溶接工程にはおよそ1000台のロボットを必要とするとしていますが、このギガキャストを使うことによって600台に減らせるということです。さらにロボットの削減によって工場の面積を 20% 減らせるとしています。それは単純に言って生産ラインを 20% 増やすことが可能となる、つまり工場の生産性が 20% 上がることになるわけです。ではなぜ他の自動車メーカーは同じことをしないのでしょうか。理論的に考えればパーツの数と工程を減らした方が生産効率が向上します。しかし既存メーカーが同じことをするためには全てを設計し直さなければならない上に膨大なコストと時間がかかります。社内においてその合意を取り付けるのはほぼ不可能と言っていいでしょう。社内政治や組合との問題、課題は技術的なことだけではありません。万一その合意が得られたとしても、このような巨大な金型プレスを成功させるには最低でも3つの条件を満たす必要があります。1つ目は当然のことながらギガキャストマシンを購入しなければなりません。しかしこれを製作している会社は世界に2社しかなく、年間の生産台数は両社合わせて20機あるかどうかということです。テスラはすでに11機を追加オーダーしており、いつでも購入できるわけではありません。2つ目はアルミ合金を金型にムラなく注入してこのような大きなパーツを生産するためには高度なソフトウェアとノウハウが必要です。テスラにはそれがありますが、同じ技術をすぐに手に入れることはたやすいことではありません。3つ目はこのギガキャストはアルミ合金のノウハウがなければ不可能だということです。通常のアルミ合金では不可能です。しかしテスラはこの技術をスペース X から得ることができました。スペース X とテスラのエンジニアの交流は深く、多くのテクノロジーを共有しています。宇宙ロケットを製造するスペース X にとっては合金開発の技術はなくてはならない技術であり、普通の自動車メーカーには持ち得ないものです。テスラもスペース X のつながりがなければ手にすることはできなかったでしょう。ここまでハードルの高いイノベーションに、すでにガソリン車で利益を上げている既存自動車メーカーがリスクを冒してまで手を出す可能性は低いと見てよいでしょう。もしこのような技術を採用するとしても、社内開発ではなくアウトソーシングという形になる可能性が高いのではないでしょうか。
そうなればその分柔軟性もスピードも落ちることになります。ここに挙げたのはテスラのイノベーションのほんの一部です。このような圧倒的な効率化とコスト削減はテスラのビジネス全体で行われており、利益率を上げ続けています。テスラがここまで到達するのに設立以来17年かかっています。それを既存自動車メーカーが数年で成し遂げることは不可能であり、テスラに競争はないと言ってよいでしょう。むしろ今後ますますその差が開いていくのは明白だと言えます。既存のガソリン車の工場を EV の生産用に変更するとしても非常に効率が悪く、ゼロから建設した方が効率が高いということはテスラがすでに経験済みです。この資本効率の向上が株価に反映するのはどれくらい時間かかるのかというのが正しい質問であり、利益が爆発的に上がってきた時には再び10倍になることも十分あり得るシナリオだと思います。テスラとは一体どんな会社でどこに向かっていくのか、この動画を見ればそのイメージがつかめるのではないでしょうか。テスラの生産能力がすでに年間150万台に達しています。そして今年の末までにはそれが200万台になる見通しだとイーロン・マスクは述べています。10年前の2012年8月時点の生産台数はロードスターが2500台、モデル S が200台程度で、トータル3000台にも満たなかったわけですが、それから10年経った現在では累計で300万台を達成しました。そして10年後には1億台を超えるだろうと自信を見せました。現在世界には約14億5000万台の車が存在していますが、10年後にはそのうちの 7% 近くがテスラの車になるのかもしれません。テスラは2019年後半から黒字化していきましたが、私はその頃から積極的にテスラ株を買っていきました。決算の内容、そして生産台数の増加をしっかりとモニターしていき、株価そのものの動きはあまり気にしませんでした。私が言うビジネスにフォーカスするとはそういった事柄を指しているわけです。生産技術が向上し生産台数も上がっているなら、株価に関係なく企業価値は上がっているわけです。ですから株価の動きに翻弄されずに思い切り全力買いを仕掛けていくことが可能でした。今回の総会で1株を3株にする株式分割が承認されましたが、世間ではテスラ株の購入は分割前あるいは分割後どちらが良いかという議論を見かけます。私の場合は買えるときに買うという姿勢で取り組んでいます。分割前では高くて買えないという場合もあるかもしれませんが、そうでなければ長期投資の視点で見た場合どちらでも同じだと考えています。テスラ株を買うタイミングを測ることにエネルギーを使うよりもビジネス環境の理解にフォーカスするようにしており、前回の分割の時にも同じように対応しました。企業価値が上がっていくという判断であれば、株価の変動に惑わされずに早いうちに投資していく方が良いと考えているわけです。テスラは株式上場以来赤字の垂れ流しでいつ潰れるかわからないと言われ続けてきました。そして記録的な空売り攻撃にも遭ってきました。しかし2019年の後半から利益を出し始めて、それが急激に上昇し、合わせて株価も高騰しました。その結果、空売りのヘッジファンドは記録的な損失を出しています。テスラの FSD とは言ってみれば現実世界の問題を人工知能を使って解決する取り組みです。つまり人間ではなく AI が自動車を運転することによって社会に利益をもたらそうという挑戦です。事故率という面では AI は人的ミスを犯さないため、一定の条件下では人間が運転するよりも安全だということが専門家の間では認識されています。しかしあらゆる道路環境に適応するという次元で見た場合、 AI の完成度はまだ十分とは言えません。テスラは自動運転の完成度を上げるためにニューラルネットワークという脳内のニューロンネットワークを模したシステムを活用し、自動運転を学習させています。学習の成果を上げるためには膨大な量のデータが必要になりますが、テスラは世界中のどの企業と比較しても圧倒的な量のデータを誇っています。なぜなら世界でベストセラーとなっているテスラがそのデータを集めているからです。マスクはこの FSD の学習を昔のエレベーター操作乗務員を例に挙げて説明しています。昔のマニュアル式のエレベーター操作では時々間違った行き先の階に行ってしまうことがありますが、学習して慣れてくれば間違わなくなる。そしてそれが自動のエレベーターに変われば機械システムは行き先を間違うことはない。それと同じことが FSD にも当てはまるというわけです。テスラの創業当時は自動車会社を始めることは愚かなことであり、電気自動車の会社はそれに輪をかけてさらに愚かなことだと考えられていました。そして EV で利益を上げることは誰もが不可能だと思っていたわけです。
しかしそれは大きな間違いだということをテスラが証明してきました。現在のテスラの営業利益率は自動車業界でダントツのトップとなっています。2年前の決算発表の時にマスクは、テスラはたくさんのスタートアップカンパニーが連なっているようなものだと説明しています。そしてそれらのほとんどは既存の自動車メーカーのビジネスにとっては何の関係もないものだと付け加えていました。ソーラーシステム、AI、バッテリーの開発と生産、大量生産システムの研究開発、空調システム、そして自動車保険事業とテスラの事業分野は多岐にわたります。現在ではそれがさらに発展してきており、ハードウェアとソフトウェアの両方で最強の力を発揮しています。マスクはテスラの工場とは機械工学やシステム工学を駆使して人工頭脳がつながった巨大な塊だと表現しています。EV の競争が激化してテスラは失速するということがずっと言われてきましたが、実際は EV が売れてシェアを奪われているのはガソリン車です。そしてマスクは他の EV メーカーが広告を出すとテスラの車が売れるからありがたいと冗談交じりに発言しています。EV 市場でテスラの車は圧倒的な強さを見せていますが、それはガソリン車メーカーに EV で利益を出すことは可能だと示すことが目的です。彼らを打倒することが目的ではありません。ですからテスラは特許も公開しており、ガソリン車メーカーが今後電動化を進めるために可能な形で協力する用意があるという姿勢です。マスクは今年はモデル Y が売上高で世界一になり、来年は販売台数で世界一になると自信を見せました。これはマスクがすでに発言していることだと多くの人が軽く流していますが、このことの意味を深く見る必要があるでしょう。それはテスラの工場が新しくなり、 EV の生産が進むたびに技術の進歩により利益率が大きく上がり続けているということです。テスラの2022年第1四半期のグロスマージンは 33%、 直近の第2四半期ではロックダウンの中にあっても 28% です。一方、ニオや XPeng、BYD など中国の主要 EV メーカーのグロスマージンは 20% に届いていません。トヨタも 19.8% とテスラには及びません。テスラの強い価格決定力、つまり圧倒的な人気はテスラの優れたパフォーマンスで達成されています。それは飛ぶように売れているモデル Y を見れば明らかで、生産が注文に追いつかない状態が続いています。しかしこの高いマージンは今後値引きもできる状態になることを意味しています。生産規模が順調に拡大していけば、それに合わせて十分な利益を確保しながら販売価格を下げていくことになります。要するにテスラの競争力はさらに強くなり、今後モデル Y は破竹の勢いで売れていくということです。別の言い方をすれば、モデル Y の販売記録を破る車はテスラ以外からは出てこないだろうと予想できるわけです。テスラの工場は進化し続けているわけですが、それはテスラチームの絶え間ない努力の積み重ねで実現されています。何千何万という工場の問題を一つ一つ解決していくことによってギガファクトリーは進化しているとマスクは説明しています。そして今年の終わり頃には次の工場建設地の発表ができるだろうとしており、今後年間2000万台達成のために10から12の工場を建設すると説明していました。年末に発表される新工場の場所はカナダではないかという話も出ています。これらの新しい工場の規模は1箇所あたり150万から200万台の生産能力になるだろうということです。会社とは究極的に製品やサービスを作り出す人の集まりであり、誰でも良いから人数が揃えば良いということではありません。プロスポーツを見れば分かるように、同じ人数でプレーしても強いチームと弱いチームがあり、中には圧倒的に強いチームもあります。そして強いチームにはさらに優秀なプレイヤーが自分もそこでプレーしたいと言って集まってきます。同じことがテスラとスペース X にも言えるわけです。エンジニア系学生の人気ランキングでこの2社がトップ2を取っています。テスラに集まるスタッフは優秀なだけでなく燃えるようなパッションを持っているので、その分さらにパフォーマンスが上がります。なんとか結果を出したいという情熱に燃えている人の集まりと、待遇やネームバリューが良いからといって集まってきた人とは、そのビジネスの結果が違うのは明らかだと言えるでしょう。日本では新卒採用がメインの企業がほとんどです。プロスポーツのチームで新人ばかりを集めてリーグで優勝する強いチームを作れるかどうか考えてみれば、日本のやり方が必ずしもベストではないのかもしれないと感じるわけです。ビジョン達成のために必要な即戦力となる人材を集めるということが生き残りのためには必要なのかもしれません。マスクの発表によれば、テスラが過去10年間でソーラー発電してきた電力量は、これまでにテスラが車の生産とスーパーチャージャー、
及び自宅で充電に使った電力の合計を上回ったということです。持続可能なエネルギーは3つの柱によって実現できると説明しています。それは太陽光と風力、そしてバッテリーです。太陽光と風力は断続的な発電ですが、バッテリーを活用することによって持続可能なエネルギーへの移行を実現できるというわけです。そして 100% 持続可能な経済を実現するためにはまだ課題が多いとマスクは言っています。それは世界経済が完全に移行していくためにはトータルで何トンのリチウムやセパレーターの原材料が必要なのかということを割り出す必要があると主張しているのです。しかしまだこの質問の答えを出した人はいないとマスクは言います。この答えを少しでも早く出し、それを実現することが地球のためには必要だとマスクは主張しています。そしてさらに、その答えが何であれ間違いなく実現可能なタスクであり、同時に一刻も早く達成するように全力で取り組んでいくと決意を表明していました。マスクは、地球は気候変動のためにもう未来がないと多くの人が言っているが、決して遅くはない、まだまだ希望はあると改めて強調していました。この種の発言を聞くと、日本国内と海外との気候変動に対する考え方の温度差を感じます。地球は温暖化しているのか、それとも寒冷化しているのか、または自動車の電動化は日本車潰しなのか、これらに関するアンケートや統計を見たことはありませんが、あくまでも個人的な意見を言えば、日本国内での論調は海外と大きなズレがあるような印象を受けます。テスラの事業はここ数年圧倒的な強さを見せています。そしてアナリストやヘッジファンドがテスラはバブルだと断言しています。しかしこれまでのところ、テスラがビジネス上圧倒的な強さを示しているのは紛れもない事実です。テスラの強みの源泉は何かといえば、それは前例にとらわれず全てを根本原理から考え直すという姿勢と、ものすごいスピードでアイデアを実行に移していく行動力です。失敗を恐れずに目的達成のためにイノベーションに果敢に挑戦していきます。テスラのギガプレスなどはその良い例と言えます。171もの金属パーツをたった2つにしてしまい、軽量化、低コスト、騒音と振動の低下、安全性の向上など大きな成果を上げており、結果的に利益率の向上に貢献しています。私はテスラがトラック市場でも大きなシェアを取る可能性が極めて高いと考えています。アメリカでは2019年に約85万台の大型トラックが販売されており、世界市場では230万台が販売されました。テスラは昨年からメガチャージャーステーションの設置をネバダ州で開始しています。テスラセミトラックの価格は1台15万ドルと18万ドルの2種類です。テスラは2022年 EV の北米市場で 75% のシェアを取っており、ガソリン車を含めた全ての自動車市場のシェアはすでに 3% を超えました。これと同じ数字をセミトラックに当てはめてみると、85万台の 3%、 つまり2万5500台となり、売上高はおよそ40億ドルとなります。これはテスラの第二四半期の売上の 25% 近くになる金額です。スーパーチャージャーと同様に、メガチャージャーステーションの整備を一歩一歩進め、そしてバッテリーを含めた生産規模を拡大していけば、利便性と経済性、そして安全性が内燃機関のセミトラックよりもはるかに優れたセミトラックは売れない理由がありません。小売業世界一のウォルマート、宅配業者最大手の UPS、 ペプシコ、その他たくさんの大手企業がすでに大量のセミトラックのオーダーを入れています。メンテナンスコストも低く、荷物の積み下ろし同時に充電ができるので利便性も大きく向上します。また配送センターにはソーラーと蓄電システムを設置することで大幅なコスト削減になります。その上、 FSD が実現した時には運送業界を劇的に変えることになり、想像を絶するほどの利益を生むことになるわけです。テスラのロボットオプティマスは長期的に見て自動車よりも大きなビジネスになると今回の株主総会でもマスクは発言しました。以前にも複数回このことを強調した発言をしています。そしてアナリストたちがこのことに全く気づかないことに驚かされるとも述べていました。マスクはそれほど遠くない将来に地球の人口が減少していくことを非常に危惧しています。そうなれば十分な労働力の確保が困難になります。そういった状況の時に、単純労働や危険が伴う肉体労働をこのオプティマスが引き受けることができれば、人類が直面する大きな問題を解決することになるわけです。経済発展のためにはそれを支える労働力が必要ですが、労働力不足を人類最大ともいえる破壊的イノベーションで解決することになります。オプティマスの詳細はまだ明らかにされていませんが、ベースとなる AI とハードウェアの両方の技術について、次の AI デーにはいろいろな説明がなされると思います。
マスクの基本的な経営方針は、無駄が発生しない限り最速で資本投下していくということです。資本を不適切な形で配分してしまえば、資金だけでなく人的資源と時間という最も大切なリソースまで無駄にしてしまいます。それを避けつつも資本投下を最大化して規模としての拡大を最速で進めていくという考えです。例えばベルリン工場にはおよそ40億ユーロ、テキサス工場の初期段階では10億ドルの資金が使われています。そしてテキサス工場では今後100億ドルを投資していくとマスクは昨年末に発言しています。この2つの工場はほぼ同時進行してきましたが、これほどの巨額投資を休むことなく進めてきたのを見れば、今回のマスクの最速で資本投下していくという発言が口先だけでないということがはっきりとわかるわけです。大手自動車メーカーの CEO たちが遠い先の話を宣言しているのとは対照的だと言えるでしょう。今後年間2000万台体制構築のために、世界レベルでサプライチェーンの構築から工場建設、そして R&D に向けて積極的に投資していくことになります。そしてテスラはそれを支えるだけの圧倒的なキャッシュフローを生み出しています。そして今年150万台の達成には自信を見せましたが、それに必要な資材の確保もすでにできていると説明していました。テスラとは一体どのような会社なのか、それを理解するためにはまず最初にテスラのビジョンに立ち返る必要があります。テスラのミッションは世界を持続可能なエネルギーに最速で転換していくことです。そのための手始めが電気自動車の開発だったわけです。そのために必要なことはどんなことでも全てやるとマスクは以前発言しています。目的達成のためにイノベーションを起こし、今まで不可能だったことを可能にしていくのがテスラという会社であり、このビジョンを軸に考えればその道のりはまだ始まったばかりだと言えるでしょう。テスラの株価は今年2023年年初に101ドルの最安値をつけましたが、その後上昇していき、7月には約3倍となる299ドルをつけました。しかしそれ以降は勢いを失い、先日の第三四半期決算発表以来 20% 以上の下落となっています。ではテスラという会社はネット上で言われているように本当にもう終わっているのか、テスラの株価は過大評価されすぎているのか、それ以前にそもそも EV ブームはすでに破綻しているという声さえ聞こえてきます。特に EV 会議論が根強い日本では、電気自動車に未来はないというような論調さえ目につきます。例えば YouTube 動画の中には、 EV 事情が悲惨すぎる、 EV 市場失速でトヨタが大逆転の一人勝ち、衝撃テスラも終わるなどの見出しの動画が高い再生回数を上げており、 EV 会議論に根強い人気があることを伺わせています。このような論調や株価の下落を目の当たりにすると、果たして投資先としてテスラ株が正しい選択なのかと疑問に思う人も多いことでしょう。そこで今回の動画では、そういったことも踏まえて2024年に向けてテスラという会社をどのように見ていくのか、また投資環境の捉え方や投資に対する姿勢について私なりに考えてみたいと思います。長めの動画になってしまいますが、最後までお付き合いいただければありがたいです。まず最初にテスラ株の下落について考えてみたいと思います。先ほども触れたように、テスラ株は7月の299ドルをピークに下落基調にあります。テスラの度重なる値下げに伴って、マージンの低下と販売不振が懸念されてきたことが要因の一つに挙げられます。同時にメディアなどは他社との競争や EV ブームの大幅減速などを主張してきました。私はテスラの継続的な値下げや販売台数拡大の勢いが落ちてきたことなどについて、これまでの経験とデータをもとに以下のように考えています。一般的に金利が上がると物品とサービスのコストが上昇していきます。例えばローンで車を購入する客は、金利が上乗せされる分支払う金額が多くなり、購買能力が削がれてしまいます。ローンで月々500ドル程度の予算で EV を購入するつもりだった人は、金利上昇に伴って550ドル必要になってしまうということもあり得るわけです。またこれまで EV 市場、特にテスラの販売を支えてきた人々は、イノベーター理論でいうところのアーリーアダプターやイノベーターと呼ばれるタイプの人々です。彼らは価格や利便性よりも新しいものに対する冒険心が旺盛な人々で、価格が高めでも積極的に購入していくタイプの人々です。彼らは教育レベルと収入が他のグループよりも高く、
年齢層も若い傾向にあると分類されています。今年のアメリカ市場全体における EV のシェアはすでに 8% に達しています。カリフォルニア州に至ってはすでに 22% です。つまりイノベーター理論におけるアーリーマジョリティの領域に差し掛かろうとしているわけです。このグループの人々は社会的には平均的な人々で、高いコストを払ってまで EV を買おうという強い動機は持っていません。インフレが直撃し、金利も上昇しているところでこの領域に差し掛かっているのです。そのためマジョリティグループの人々の消費マインドも大きく落ち込み、同時に市場全体の購買能力も低下したわけです。こういった市場環境になれば、潜在的な EV の顧客層は買い控えをしたり、万一の時に備えてリセールバリューを維持しやすいガソリン車やハイブリッド車に変更しようと考えるのは想像に難くありません。イーロン・マスクはこれまで生産台数も販売台数も落とさずに不景気を乗り越えていくと発言してきました。つまり利益よりもこのまま生産規模の増強が優先事項だと言っているわけです。このような市場環境では販売台数を減らさないためにはマージンを削ってでも販売価格を下げるしかありません。逆に言えば高いマージンを確保してきたテスラにとっては値下げが十分可能だったわけです。メディアの悲観的な報道に影響されて値下げを悪材料として捉えるだけではなく、むしろあれだけ値下げをしてきたにもかかわらず未だに利益を確保していることに注目すべきだと言えます。そういった見方が本質を見抜くということではないかと私は考えているのです。実際 EV で赤字を垂れ流している他の EV メーカーや既存自動車メーカーは赤字の拡大につながる EV の大幅値下げに踏み切れず在庫の山を作っています。仮に無理な値下げを断行すれば自社のガソリン車販売が侵食される恐れがあり、思い切った値下げもできないジレンマに陥っているのです。彼らが取れる対策は EV を減産するか生産を停止し在庫を抱えて市場が好転するのをじっと待つということぐらいです。そもそも米国の自動車メーカーなどは借金で首が回らなくなってきています。大手自動車メーカーが EV のプロジェクトを延期や中止しているのはこういった事情のためです。メディアや YouTube 動画などではこれをひとまとめにして EV は売れず在庫の山となっていると表現しているわけです。しかしその中身を見ることが大切だということです。一方のテスラは販売を落とさないために価格調整を継続し、休むことなく生産性の向上とコストの削減に邁進しているわけです。では2024年以降の自動車市場はどうなっていくのでしょうか。私は経済全体の状態がどうなっていくかに関係なく EV の普及は進んでいくと考えています。景気によってそのスピードが変わるだけのことです。そうなることに疑問の余地はないと思っています。ただし EV のさらなる普及にはいくつもの課題があり、地域差が大きいのも事実です。どの地域も同じように電動化が進むわけではありません。ではガソリン車擁護の立場から見て EV 普及の息の根を止めるには何が必要なのかを考えてみるとどうでしょうか。別の言い方をすれば EV を圧倒してガソリン車やハイブリッド車の販売をもっと伸ばしていくためには何が必要なのでしょうか。大半の消費者は生活が便利になってコストが下がるならばどちらのタイプでも良いと思っています。現状ではガソリン車の方が給油の面で EV よりも便利で安心でき、時間もかからない。なおかつ価格面で車両の選択肢も豊富なので、ガソリン車やハイブリッド車を選んでいるのに過ぎません。アーリーマジョリティやレイトマジョリティの人々は自分の生活に不便がなく、コストが見合っていればどちらでも良いのです。日本のネット上の書き込みでも、ガソリンの給油と同じくらい EV が早く充電できて、航続距離もガソリン車以上になって価格が同等以下になれば買っても良いといった類のものがよく見られます。この種のコメントは欧米でもよく見かけられます。では今後ガソリン車の価格や性能が飛躍的に向上する余地と EV が向上する可能性とどちらが高いのでしょうか。この2つを比較すれば性能向上の伸びしろが大きいのは EV の方なのは明らかです。100年以上の歴史がある内燃機関と違い、EV にはまだまだ発展の余地があり、市場の成長余地も大きいと言えます。そのような中、テスラはこれまでの20年間、EV の技術と市場の発展を社運をかけて牽引してきたというわけです。しかもその技術的な進展は、
他社には追随できない驚異的なスピードだといえます。また前述の通り EV の販売増加のスピードが落ちてテスラが値引きしなければならなくなったのは EV 業界やテスラの問題というよりも景気サイクルの問題が大きいといえます。景気が減速してくれば物やサービスの売れ行きが落ちるのは当然です。過熱した市場を冷却するために金利を上げるのですから、こうなることは最初から分かっているわけです。とはいえ景気は循環しているので、この状態がいつまでも続くということはありえません。その時が来れば金利は下がり、景気は上向き、消費が伸びていくことになります。わからないのはそれがいつになるかというタイミングだけです。しかしそうなった頃にはテスラの EV は間違いなく今よりも性能がアップしています。その時に世界の主要市場でガソリン車やガソリンを使うハイブリッド車を積極的に選択する理由がどれほどあるのかということがポイントになるわけです。現在 EV が置かれた市場環境を見ると以上のような考えに落ち着くわけです。では来年の2024年に向けて投資姿勢という意味では何をどう判断するべきでしょうか。ここではバフェットの投資アプローチを例にとって考えてみたいと思います。バフェットのバークシャーハサウェイが抱えるポートフォリオではナンバー3がアメリカンエクスプレス、ナンバー4がコカ・コーラとなっていますが、どちらのポジションもバフェットの投資スタイルをよく表しています。今回はバフェットの投資スタイルを学ぶためにコカ・コーラ株にフォーカスして考えてみたいと思います。バフェットがコカ・コーラ株にエントリーしたのは1988年のことでした。コカ・コーラは第二次大戦後の20年程度の間はソフトドリンク市場で一人勝ちの状態でした。マーケットシェアは 60% 以上で圧倒的な強さを誇っていたのです。しかし70年代に入るとライバルのペプシがものすごい勢いで追い上げてきました。その後ペプシがたびたび行ってきた公開味覚テストではコカ・コーラが負け続けていたのです。その結果 60% 以上あったコカ・コーラのシェアは1983年には 24% にまで低下してしまいました。また当時世界中で破竹の勢いで売れていたマイケル・ジャクソンとペプシはスポンサー契約を結び、若くて力強いというペプシのイメージ作りに成功し、それに対して古臭いコカ・コーラという印象が広まっていきました。この状態に焦ったコカ・コーラは100年以上続いていたコカ・コーラの味を変えるという新たなマーケティング戦略に出たのでした。それは1985年に鳴り物入りでニューコークという新しい味のコカ・コーラを発売するという作戦だったのです。同時に長い歴史を持つ従来のコカ・コーラの販売を中止したのでした。しかし大きな期待に反して新戦略の結果は惨憺たるものでした。消費者の不満は強烈なほどに高まり、販売不振となってしまったのです。オリジナルテイストのコカ・コーラの販売を中止したことも批判の的となり、全米でコカ・コーラに対する抗議が殺到してしまいました。そのため3ヶ月もしないうちにオリジナルのコカ・コーラをコカ・コーラクラシックと新たにブランディングし直して復帰させることになったのです。コカ・コーラクラシックはメディアにも注目され、大きく落ちたマーケットシェアはなんとか回復しました。その結果かろうじてシェアトップに返り咲くことができたのです。しかしコカ・コーラのイメージはすでに大きく傷つき、株価は暴落してしまいました。その後1988年までにコカ・コーラは失敗から学び、徐々に足場を取り戻していきました。とはいえブラックマンデーの余波もあり、市場では依然としてコカ・コーラの実力に対する警戒感が強く、株価の低迷が続いていました。要するにコカ・コーラは市場から見放されかけていたと言っても良い状態だったのです。バフェットがコカ・コーラに全力でエントリーしたのはこういった背景の最中だったというわけです。それは1988年のことでした。その当時他の市場参加者がコカ・コーラはリスクとみなすところ、バフェットはむしろそこに高い価値を見出していたのです。コカ・コーラとは難攻不落のブランド、世界的な販売ネットワーク、そして永続的な魅力を持つ製品を備えた名門企業であり、バフェットはそれを見逃すことなく掴み取ったといえます。これは典型的なバフェットの投資スタイルでした。石ころに混じったダイヤモンドの原石を見つけ出し、人々が見向きもしないところでそれをごっそり掴んでいくのです。バフェットは子供の頃からコカ・コーラが好きで、自分でもアルバイトとして販売していたほどコカ・コーラには馴染みがありました。
コカ・コーラの価値は肌感覚で理解していたと言えるでしょう。その上に分析データを積み重ねて企業の価値を理解し、投資の確信を深めていたのです。そしてニューコークの失敗以来下落していたコカ・コーラ株に熱い視線を送っていたのでした。バフェットは当時のエントリーで一気に10億ドルを投じ、コカ・コーラ発行済み株式の約 7% を取得しました。その後さらに積み増していき、現在は 9% 以上を保有しています。最初にコカ・コーラ株に投じた資金は現在では230億ドルの価値となっています。それ以外でもコカ・コーラ株は毎年 3.5% 前後の配当を出しており、バークシャーの利益に大きく貢献しています。ここでバフェットに学ぶべきことは、目先の市場の動きに翻弄されるのではなく、長期的な視点を持って投資先ビジネスの本質を見ることだと言えるでしょう。バフェットのアプローチで言えば、ニューコークの失敗も市場シェアの低下もビジネスの本質から見れば問題視するには値しないと判断したということがわかります。むしろそれは絶好のチャンスを与えてくれたと考えていたわけです。チャーリー・マンガーとバフェットは株主総会でコカ・コーラについて質問された際に、金利や為替のような目先の雑音に気を取られるべきではない、それらは将来的な企業の強みを理解するのには何の役にも立たない、コカ・コーラは今後10年20年と将来的に発展を続けるだろうと述べていました。投資先企業のビジネスの種類にかかわらず、バフェットの投資アプローチは長期投資において非常に大切なことを教えてくれていると言えます。つまり目先の雑音に気を取られるのではなく、投資先企業の強みを深く理解することが投資の本質だと教えているのです。ではテスラにはどのような強みがあるのか、あるならその強みとは何かということになるわけです。ここではテスラの強みについて考えてみたいと思います。すでにご存知の方も多いと思いますが、過去の動画でも取り上げてきた通り、イーロン・マスクが CEO を務めるテスラは限界に挑戦するのが当然のアプローチとなっています。もうこれで良いという妥協は一切なく、達成困難と思えるような目標に向かって常にイノベーションを起こし続けていこうとしているのです。これは決算書には現れない大きな強みだと言えます。20年前に開発されたテスラのロードスターは、独自のパワートレインを開発するまではAC プロポーションからライセンスを取得して生産していました。そのライセンス技術を活用して独自のパワーエレクトロニクス、モーター、その他のドライブトレインコンポーネントを製造していました。その後大規模な車両の再設計を考慮した結果、 AC プロポーションからのライセンス契約を停止しました。しかし2012年発売のモデル S の場合は設計のプロセスがロードスターとは全く違います。モデル S は車体からシャシー、サスペンションなど全てが自社開発で、ドライブユニットも外部からのライセンス技術は一切ありません。テスラが全て独自に開発したものでした。テスラのインダクションモーターおよび PM モーターは EV 業界で最先端の技術を有しています。 PM モーターとはパーマネントマグネットの略で、永久磁石モーターのことです。回転子に永久磁石が使われていることからこの名がついています。一方のインダクションモーターは1880年代にニコラテスラによって発明され、現在でも最も広く使用されている電気モーターの一つです。インダクションモーターの場合は永久磁石ではなく、固定子のコイル巻き線に電流を流すことによって回転磁界が発生し、電磁誘導によってトルクを発生させて回転する仕組みになっています。テスラは三相交流誘導モーターというタイプのインダクションモーターを使用しています。このモーターは効率性と信頼性に優れており、電気自動車に適しています。一方、永久磁石モーターはローターに永久磁石が使われているため、この部分には外部からの電流が必要なく、固定子コイルに電流を加えると固定子内に回転磁界が発生します。回転磁界の動きに永久磁石が吸い寄せられ、回転子も回転磁界と同じ速度で同期回転するという仕組みになっています。永久磁石モーターは永久磁石に電気が使われない分、インダクションモーターよりもさらに効率が良いのですが、永久磁石にはレアアースを使用するので、サプライチェーンの安定性や製造コストが課題とされています。中国が過去に日本向けのレアアースの輸出を止めたり、アメリカに対して輸出規制で牽制したりと政治利用しているのは承知の通りです。これまでテスラは
それぞれのタイプのモーターを何種類も開発し、自社の EV に使用してきました。そしてこの2つのタイプのモーターを1台のモデルに使用するというアプリケーションもたびたび採用してきました。例えばテスラのモデル Y デュアルモーター AWD オールホイールドライブは、前輪と後輪で異なるタイプのモーターを使用しています。リアモーターには水冷式可変周波数ドライブの AC-AQ 磁石同期モーターが使用されています。フロントモーターには AC インダクションモーターが使用され、水冷式可変周波数ドライブとなっています。このタイプのアプリケーションでは、運転環境に応じて前輪駆動と後輪駆動の間でパワーをシフトし、エネルギー効率やトルクを最適化して走行します。雪道など滑りやすい路面では、同じ AWD でもEV の方が内燃機関の車よりも操縦安定性が確保されています。一般的にインダクションモーターは急加速や上り坂に有利で、もう一方の AQ 磁石 PM モーターはその効率性の特性を生かして高速道路などで長距離の安定的な一定速度の走行に有利に働きます。イーロン・マスクは以前モーターについて以下のようにツイートしています。テスラのデュアルモーターとは、前部と後部にモーターがあることを意味する。一つはパワーを最適化するため、もう一つは航続距離を最適化するためだ。万一モーターの一つが故障しても、車は正常に走行し目的地に確実に到着でき、危険な状況の路肩に立ち往生することはない。テスラはモデル S とモデル X のプラッドに新たに開発した新型モーターを採用しています。このモーターは AQ 磁石 PM モーターで、高速に達しても安定的にパワーを発揮し、他のモーターのように高速回転時にパワーが低下するということがありません。しかしテスラがその後新たに開発したモーターは、プラッドモーターよりもさらに性能が向上しています。テスラはパワー、加速、効率、エネルギー消費など様々な観点から開発を進めていきますが、イノベーションの重要な目的の一つにコストの削減があります。なぜなら性能が向上しても価格が下がらなければ普及させることができないからです。高性能、高品質、そして同時にコストを削減していくというのは生易しいことではありません。しかし1台でも多くの EV を低価格で大量に販売していくためには、コスト削減は欠かすことのできない重要な目標だということがわかります。現在自動車市場で販売されている EV はテスラ以外のほぼ全てが利益を出していません。そのことを考えれば、すでにテスラの実力の高さが理解できるわけです。性能向上とコストの削減を同時に実現するというのは、テスラがこれまでにも多くの場面で達成してきました。その例としてバッテリーに関する戦略が挙げられます。例えばテスラバッテリーデーに発表された4680バッテリーは、生産効率を上げることでコストを下げ、同時に性能向上にも成功しています。イーロン・マスクは、飛行機に必要なバッテリーはキログラムあたり450ワットアワーのエネルギー密度が必要で、それは現在すでに販売されているが価格が高すぎると発言しています。そのバッテリーの価格もいずれは下がってくるが、価格が高くなってしまう原因は、原材料のコストに加えて複雑な製造工程のために大量生産ができず、生産コストが高止まりしているためだとしています。つまり市場を席巻するためには効率的な大量生産にフォーカスする必要があると主張しているわけです。トヨタやフォルクスワーゲンをはじめ、多くの企業が取り組んでいる全固体電池が直面している問題の一つは、まさにこの生産コストの壁であり、テスラは近い将来コストを大幅に低減できる可能性が低いと判断したために手を出していないのです。一方、4680バッテリーの場合は、バッテリーセルのサイズを大型化し、原材料と生産工程におけるボトルネックを排除することによって大量生産を可能にし、バッテリーのコストを下げていきます。今のところ4680バッテリーの生産はフルキャパシティまで達していませんが、テキサス工場で大量生産に向けてプロジェクトは進んでいます。つい先日テスラは4680バッテリーセルの生産数が2000万セルに達したと発表しています。自動車業界コンサルタントのサンディ・ムンロはインベスターデーについて、テスラはヘアピン型のモーターを採用していると指摘していました。ヘアピン電気モーターのデザインとは、銅でできた膜線コイルを使う代わりにヘアピン型の銅製パーツを使います。
これはセグメントコイルとも呼ばれており、一般的な丸型断面の導線を巻いたコイルではなく、角型断面の太いヘアピン型の導線が規則正しくモーターに挿入されているタイプのモーターです。ヘアピン型を採用することで、導線コイルを巻くよりもより高密度に銅を挿入することができ、コイルの電気的な抵抗を抑えることが可能となるのです。その結果、熱の発生を抑えつつ、エネルギー効率を上げて、同時にパワーアップにもつながります。ヘアピン方式のモーターは比較的新しい技術ですが、フォルクスワーゲン、BMW、GM や中国の EV メーカーなどがすでに EV 用のモーターに採用しています。テスラもこのヘアピン型モーターを採用しており、先日のインベスターデーではヘアピンモーターの製造マシンを公開していました。ヘアピン型の問題点はその製造工程にあります。銅でできた材料を正確に曲げてヘアピンを成形し、それを正確にモーター本体に挿入し、なおかつ反対側をミスがないように溶接するということが要求されるのです。そのためには生産工程が複雑になり、余計な設備も必要になります。そのためコストを下げながら性能を最大化するための設計が難しくなってしまうのです。この問題を解決するためにテスラが取った行動が非常にテスラらしいと言えます。それはテスラの社内にある世界トップレベルのソフトウェアを駆使してモーターの動きをシミュレーションし、性能及び製造に最適なデザインを検証して答えを見つけ出すという方法でした。この作業には AI がフル活用されています。ソフトウェアがヘアピンを曲げる最適な角度や形状を短い時間に判断できるので開発速度が断然速くなります。社内のあらゆる分野で優秀なエンジニアたちを総動員して、他の自動車メーカーでは想像もできないような開発を進めていきます。そこではあらゆる形で AI が活用されており、例外なく全てのパーツにおいて常に最適化を試みているのです。イーロン・マスクはその作業や部品が必要かどうか必ず疑ってかかれ、例外は認めないと全社員に号令をかけています。そして必要かどうかはっきりしない部品や作業工程はまずやめてしまえと言っています。もし後で必要だと分かったらその時に元に戻せばよいだけだと説明しているのです。つまり無駄を徹底的に排除し、効率を極限まで上げていこうという姿勢であり、もうこれで良いという妥協が全くないハードコアなスタイルだということです。テスラに使われている半導体チップなども同様です。前述のサンディムーンロはテスラの EV を含め数々の EV を分解調査してきました。その上で彼はテスラの半導体チップは他の EV とは比較にならないほど先を行っており、他社とは次元が全く違うと発言しています。テスラは社内のチームが半導体チップをデザインすることによって小型化を進めてきました。半導体チップは小型化することによって消費電力低減、動作速度向上、高機能化といった利点を得ることになり、それはテスラの EV が性能を向上させコストを下げることにつながっていきます。コロナパンデミックの当時の半導体不足ではテスラは代替半導体チップを社内で迅速に設計し直すことで問題を乗り越えていますが、他の自動車メーカーには決して真似のできない対応策だったといえます。テスラの EV 最上級グレードプラッドのパワートレインをデザインしたコリン・キャンベルはインベスターデーで、テスラのプラッドモデルは1000馬力以上のパワーを持ち、ガソリン車と EV の全てを含む市販車の中で最も速い車だと説明しました。プラッドは3つのモーターを使ったオールホイールドライブ仕様で、キャンベルが言うように市販車で世界最速の車とされています。そしてモデル3とモデル Y の場合はパワートレインが2017年から2022年の間に大きく進化しました。その間パワートレインの重量が 20% 軽量化され、レアアースの使用は 25% 削減、パワートレインの生産工程に必要な工場スペースは 75% 削減され、工場のコストはそれ以前に比べて 65% も削減されたと述べています。コスト削減は全てテスラの粗利益となっていくわけです。またテスラはパーツを設計デザインすると同時に、同じ場所でチームが合同でそのパーツを大量生産するためのシステムも設計デザインします。つまり高いパフォーマンスを発揮するパーツを設計するだけではなく、それを安く効率的に大量生産する方法も同時並行して設計デザインするというわけです。
テスラの動きが早いのはこういった工夫もあるからです。キャンベルはテスラには他の会社には成し遂げられないことを成し遂げる能力がある。なぜならテスラには全ての工程を垂直統合し 100% コミットした最高のチームがあるからだと自信を持って発言しています。これらのチームが一つの目的に向かって最高の結果を出すために力を結集していることはよく理解できます。既存の自動車メーカーや他の EV メーカーはほとんどのパーツを外注するしかなく、テスラのように半導体チップを含めた多くのパーツを社内で迅速に設計していく能力はありません。テスラの場合は全ての開発においてフェイルファーストのアプローチを採用しています。それは早く失敗して早く学べということであり、担当者が良いアイデアだと思ったことは先入観にとらわれずさっさとやってみる。もし失敗すればそこから何が悪かったのかがすぐに分かり、それを直ちに工場での生産改善に生かすということです。言い換えれば、失敗を後回しにするのではなく、どんどん新しいことに挑戦し、そこから速攻で学んで次に生かせというスピリットのことです。テスラとスペース X では全てこのアプローチで進んできました。時折テスラやスペース X には豊富な資金があるからそのようなリスクが取れるのだという発言を見かけます。しかしこれは大きな間違いです。どちらの会社でも創業当時からこのアプローチで事業を進めてきています。それは予算が豊富かどうかという問題ではなく、このアプローチによって問題解決が飛躍的に進歩し、結果的に少ないコストで大きな成果を上げてこれるということです。リスクを恐れずに前進していくということです。スペース X のロケットの成果と球体依然とした既存宇宙企業の費用対効果、そして業績の開きを見ればそれは明らかです。同様に巨大企業のトヨタとテスラの進歩の歴史を見れば、そのアプローチの違いがはっきりと見えるでしょう。テスラの次世代低価格モデルもこのアプローチでものすごいスピードで開発されているというわけです。日本自動車工業会のウェブサイトによれば、新しい自動車の開発には2年から4年かかるとしていますが、テスラはこれを18ヶ月から24ヶ月で成し遂げるとしています。テスラの強みを表す良い例として、ギガキャストも挙げておくべきでしょう。2年以上に前に出した動画でもギガプレスを紹介しているので、よかったらぜひご覧ください。この動画を出した当時から現在までテスラのイノベーションが止まることはなく、進化は継続している例として見ることができます。ギガキャストを使った製造法はすでにトヨタや他の既存自動車メーカー、そして中国の EV メーカーも取り入れようとしていますが、ハイスピードで進化を続けているテスラに他社が追いつくことは完全に不可能だと言えるでしょう。そもそもギガキャストとは超大型のダイカスト鋳造プレスのことで、多くのパーツを一つにまとめてしまうという画期的な製造方法のことを言います。前例主義に支配されている企業にとっては、このシステムを導入するのは簡単ではないと言えるでしょう。仮に導入を決めたとしても、このイノベーションを実現するには解決しなければならない問題がいくつもあります。例えば金型が大型化するため、それを正確に作るには時間がかかり、コストも大きくなってしまうということ。そして溶解金属をムラなく溶かし込み、不良品を出さずにパーツを成形するには、巨大な圧力を作り出すプレス機とパーツの強度を高めるための特殊合金が必要なことなどが挙げられます。金型を大型化すれば誰でもできるという単純な話ではないということです。テスラは様々な合金を研究開発してきたスペース X の協力も得て、ギガプレスに最適な合金を作り上げてきました。そしてイタリアのプレスメーカーであるイドラ社と協力して、型締め力6000トンという超大型ギガプレスの開発導入に成功したわけです。ギガプレスの導入はテスラの粗利益向上に大きく貢献してきました。その後イドラ社はさらに大型化した型締め力9000トンのギガプレスを昨年発表しました。これはサイバートラックの製造とモデル Y のさらなるパーツ一体化に使われることになっています。そして今回はギガプレスがさらに進化、大型化して型締め力1万6000トンの超大型ギガプレスの登場という情報が出ているのです。ロイターの報道によれば、関係者の話として、テスラはプラットフォーム、車体下部のほぼ全てを一体成形する革新的な技術の実用化に近づいているとしています。
自動車の車体下部は約400点の部品で構成されており、これがギガキャストによって一つになれば、テスラは競合他社とのリードをさらに広げることになると説明しているのです。この手法はイーロン・マスクが今年3月のインベスターデーで打ち出したアンボックストという製造戦略の一環です。テスラが今後10年間で数千万台の低価格な EV を生産しつつ、利益をさらに増大させるという計画の要の一つとなっています。テスラのモデル Y が世界販売ですでにトヨタカローラを抜いていることを考えれば、これは販売ランキングでトヨタとの差を拡大するトヨタキラーとなる可能性が高いといえます。アンボックスト戦略とは、一体型の鋳造から始めて塗装が必要な部分だけを塗装します。そして車を6つのパートに分割し、その部品をすべて同時並行で製造していきます。それを最後に一体化して車両として組み立てます。同時並行して製造することにより、製造のプロセスを相当スピードアップできるとしています。車体を最初から最後まで直線的かつ順番に組み立てる生産方式は100年以上前にフォードが始めましたが、それ以来何も変わっていません。テスラのアンボックスト方式はその発想を根底から覆し、より効率的により早く車の製造が可能となるわけです。つまり生産台数が大きく伸びるということであり、年間2000万台の目標達成が早くなるということでもあります。現在のところ、このアンボックスト戦略とプラットフォームの一体成形の兼ね合いがどうなるのか、正確な情報がまだありません。テスラは現在新モデルのベストな設計を目指して試作を重ねているのだと思われます。いずれにしても、この超大型ギガキャストの製造には巨大な金型が必要となり、それには大きなコストがかかります。巨大な金型を設計し、大量生産に向けて試作を繰り返さなければなりませんが、金型の試作過程で微調整するだけで10万ドルの費用がかかり、金型を作り直すと150万ドルになることもあると関係者は伝えています。ある専門会社によれば、大型の金型設計プロセスには通常400万ドルはかかると説明していました。テスラはこの問題を解決するために 3D プリンターと工業用の砂を使って鋳型を作る技術に目をつけたのです。テスラは巨大なギガキャストを低コストで作るためには、どうやって金型を設計し試作テストを進めるのがベストなのかということを模索しているのです。前述の関係者の話として、これらの 3D プリンターと砂を使った技術はイギリス、ドイツ、日本、アメリカの鋳造専門会社によって開発されていると伝えています。テスラは進化型ギガキャスティングを計画していますが、巨大なパーツを素早く成形するには1万6000トン以上の加圧能力を持つ、これまでよりもさらに大型の機械を導入しなければなりません。それにはコストの増加や大きな工場が必要になる可能性もあります。しかも部品が大きくなることで発生する品質上の問題にも直面します。このような状況の中、テスラは問題解決のためにイノベーションを継続していきます。テスラが開発している3万ドル以下の低価格 EV が発表されるときには、これらの問題解決の方法をすでに見つけ出して実用化しているのは間違いないでしょう。テスラはベルリン工場で2万5000ユーロの低価格 EV 生産を計画していると先日ロイターが報道しました。また別の報道では、この EV はアンダーボディ全体を一体化するだろうとしています。テスラとイーロン・マスクはコストと価格に非常に敏感です。ですから採算が合わない状態で製品化して大量生産することはあまり考えられません。あくまでも市場で競争に勝てる製品となったら全力で増産体制に入るわけです。つまり極論すれば、この新モデルが発表されて量産体制に入るときには、すでに他社との勝負がついていると見ることもできるわけです。以上のように、今回は自動車市場の状況と合わせて、バフェット流長期投資のアプローチ、そしてテスラのイノベーションの具体例をいくつか見てきました。テスラが持つ強みがどこから出てくるのか、多少なりともイメージがつかめたと思います。このチャンネルの動画では、投資とは株価ではなくビジネスを見るべきだというメッセージを一貫してお伝えしてきました。自動車業界や EV に詳しくなくても、テスラという会社がどのようなスピリットでビジネスを進めているのか、何が強みなのか、なんとなく理解できたのではないでしょうか。1年ほど前からテスラが断続的に大幅値下げをしてきました。その理由と根拠として、なぜこのようなことが可能なのか、
なぜそれが問題ではなく、むしろ強みの表れなのかということについても、なんとなく分かっていただけたかもしれません。これらの状況を総合的に考察してみると、テスラには強力な競争優位性があると結論できると私は考えています。バフェット流に言えば、経済の減速で販売の勢いが落ちて株価が低迷しているときこそ、投資していくチャンスだと見ることもできるわけです。国際的に活動しているコンサルティングファームのアリックスパートナーズは、自動車業界について以下のように述べています。自動車業界は既存の競争構図やビジネスモデルを脅かす新たなテクノロジーや競争要因に早急に対処しなければならず、かつてないプレッシャーにさらされている。こうした状況に対応し、将来の顧客にアピールするためには、これまでの主要製品の開発や製造についての考え方を見直すなど、企業は優先順位の思い切った見直しを行う必要がある。しかしながら、既存 OEM の慎重すぎる企業姿勢は、新たなテクノロジーの採用や市場参入のスピードに欠け、ガソリン車の製造能力が高いサンクコストとして存在する。旧来のアプローチは柔軟性に欠け、市場への投入を遅らせ、最適とは言えない設計を自動車作りに継続していると、既存自動車メーカーに対して警鐘を鳴らしています。また、バッテリー EV は2035年までに世界の主要自動車市場での販売台数の大半を占めることになるともこのレポートの中で主張しています。私は2035年よりももっと早く EV が主流になると考えており、当然それは株式市場にも反映されることになると予想しています。とはいえ、この動画に示したことはあくまでも私個人の意見であり、投資アドバイスではありません。投資判断は慎重に、そして自己責任でお願いいたします。皆さんはテスラの実力について、そして今後の成長性についてどのようにお考えでしょうか。ぜひ皆さんのご意見ご感想をお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。